はいどうも、ホソピーです。さて今日はですね、今年最後ですね、2021年最後の iPhone 人気ランキングということでですね、12月版やっていきたいと思います。ということで小型端末がですね、急上昇しておりますけれども、まあその原因は何でしょうかって言ったら、もうレンタルのね、まあ格安販売っていうものがかなりね、あちこちでやっておりまして、まあ3キャリアすべてドコモ、au、ソフトバンク、全部やっているというところでですね、私も何機か目撃してるんですけれども、まあそういったところで一気に上がってきているということになっておりますけれどもね、皆さんも年末年始の時間のある時にですね、家電量販店で調べてみていただけるといいのかなというところですね。はい、ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでまずね、ランキング10位から6位まではですね、先月と同様ですね、サクサクっといってみましょう。若干のね、まあランキング下げたりっていうところもあるんですけれども、ほぼほぼね、もう10位以下は変わらないんですけれども、はい、10位からいってみましょう。こちら iPhone8、 こちらが10位ですね。先月と順位変わらずということです。まあ未だに iPhone8 がランキングに入ってるっていうのもね、まあすごいことなんですけれどもね。で、9位がこちら、はい、iPhone12 Pro でございます。こちらもランキング変わらず。そして第8位が iPhone13 Pro Max ということで、大きい方の iPhone の最新版ということになっておりますけれども、まあこれもですね、まあ定位置っちゃ定位置ですよね。大きい方の新型の iPhone というのは、だいたいこれぐらいの位置にね、つけているのが、まあ通常かなというような感じですけれどもね。はい、で次が7位がこちら iPhone13 Pro。順位ね、だいぶ下げてきちゃいましたね。はい、先月からさらにランキングは下げております。そして第6位ですね。6位はね、少し上がったんですけれども、これ iPhone11 で、うちのチャンネルで取り上げてるものが確実にこうやって上がってくれるのはなんか嬉しいんですけれども、 iPhone11 はね、UQ モバイルで一括 19,800 円とか、まあ、新規でもね、それぐらいの金額で買えるし、ドコモに乗り換えても結構安いっていうような案件が出てきているので、まあ、順位を上げたんではないかなというような予想ですね。はい、ではランキング5位からいってみましょう。5位はですね、残念ながらね、先月からランクを下げておりますけれども、こちらです。はい、 iPhone12 でございます。先月はね、4位まで順位上げてたんですけれども、また一つね下げてきておりますけれども、第5位ですね、5位に下がっております。 iPhone12 ですね。で、12に関しては特にね、安売り情報とかがなくって、まあ順位を下げてしまってもまあしょうがないかな、他がね勢いありますからね。で、今標準的な iPhone で万能に使えるんですけれども、どうやらあまりね、12の安売りがね、どこもやってきてないんですよね。なのでちょっとランキング的には厳しいかな。はい、ということで特徴さらっておきましょう。どうぞ。はい、 iPhone12 ね、2020年の10月23日発売ということで、 A14 チップ搭載しております。で、 6.1 インチの有機 EL ディスプレイを搭載しておりますから、まあこれからね、購入したらどうなのかなっていうふうにお考えの方もね、結構いるかもしれないんですけれども、まあ結局のところ性能的なものに全く不満は出ないと思うんですが、要は価格なんですよね。安く買えるようになってるのかどうか、1年型落ちになったことによって今安売りがねしているのかどうかっていうところなんですが、iPhone12 は本当にね、何度も言うようだけれども、あまり安売り情報ね、あまりっていうか全然聞かないんですよね。なのでちょっとね、手を出しにくいということになっておりますけれどもね。で、まあ性能的なところは、まあカメラ性能もね、広角、超広角、二眼カメラを搭載しておりますし、大きさ的なものとか、まあ重さとかね、あとはバッテリー持ちとか、まあそういったところを全てこう考慮してみてもですね、どんな用途でもそれなりにこなせるというところで、どうやって iPhone 使っていこうかなって迷われている方はですね、とりあえずiPhone12 のような、まあ、標準的な iPhone を買っておけばですね、まあ、ほぼほぼ不満が出ることはないかなとは思いますけれどもね。はい、iPhone12 の特徴で、サイズの割に結構軽いっていうところもね、見逃せないポイント、携帯性にかなり優れているわけですね。大きさこそ 6.1 インチというディスプレイなので、まあ、小型とは言えない部類ではあるんですけれども、まあここ最近の流れだとね、スマートフォン全体で捉えると 6.1 インチのディスプレイってどちらかというと今標準よりちょっと小さめの部類に入ってきてはいるんですけれどもね。で、 iPhone13 の発売により、まあ、値下げになって、 Apple Store の金額ね、 86,800 円からということになっておりますけれども、まあ、各社ね、乗り換えで安くなるとかっていうような、結構大々的なね、安売りというところに関してはあまり iPhone12 が出てくることはないというところで、ちょっと順位はね、今あんまり上がっていないのかなと思いますけれどもね。はい、ということで今月第5位ですね、 iPhone12 でございます。
はい、では次第4位いきましょう。第4位はですねこちらです。はい、 iPhone 13でございます。はい、 iPhone 13ね、こちらにありますけれども、はい、標準的な iPhone の最新モデルということでですね、 iPhone 12とね、13がこのようにね順位が並んでいるっていうのもね、まあなんかこう盤石っていうか、もう順位の変動がねないんじゃないかなっていうね、もう本当に確定してきてるような感じがしますけれども、標準的な iPhone がね上位に居続けるっていうのは、まあ当然の結果っちゃ当然の結果かなとは思うんですけれどもね。はい、 iPhone 13もですね、まあ、あの12よりもむしろこの13の方がなんかもうすでに値下げとかね、そういうポップを出してる家電量販店野島とかでね、確かそんなのを見かけたような記憶があるんですけれども、まあ最新の標準モデルのこの iPhone 13がね若干でも安く買えるんであれば飛びつく方結構ねいるとは思うんですけれどもね、まあ、iPhone 12よりもですね当然性能が上がっておりまして、まあやっぱり標準的なね大きさだし、ディスプレイも綺麗だし、カメラの性能もねさらに12よりも上がっているというところでですね、金額もう12とほぼ変わらないぐらいとか、まあ、ちょっと高いぐらいだったらね全然13を選ぶよっていう方の方がまあ多いのかなとは思うんですけれどもね。はい、13ね第4位になっておりますけれども、特徴こちらご覧ください。はい、2021年の9月24日発売ということで、まあ、なんだかんだ13もですね、まあ3ヶ月ほどね経過してきておりまして、まあここへ来てねだいぶあの供給量というのかな、あの発売当初はかなり品薄だったりしてですね、まあ13はまあ比較的ねまだ手に入れやすい方かなと思ったんですけれども、それでもねちょっと品薄というような状態続いておりましたけれども、まあここへ来て年末に来てね Apple Store とかもね頼んだら次の日とか翌々日にはもう届くというようなぐらいですね、供給量は安定してきているのかなというところですね。まあこの年末年始ここでですね、まあいろいろと考えて購入されるという方も結構増えてると思うんですけれども、とりあえず頼めばね Apple Store であればあの早めに届くよっていう状態は続いております。でスペック的なところで、まあ、最新の A15 チップを搭載というところでね、処理能力はねもう最高峰という位置づけですけれども、より省エネ性能も高まっておりますので、あのバッテリー持ち、あの前作の12から多少ねバッテリーの搭載容量も増えたりっていうところと、この A15 チップの省エネ性能が上がっているというところでバッテリー持ちはね確実に上がってきております。で画面サイズなんかは全く同じなんですよね、 6.1 インチの有機 EL ディスプレイで、ここにしっかりと書きましたけれども、前作から画面の輝度明るさがですね、前作は625ニトという数値だったんですけれども、ここから800まで上がっております。特に屋外で見た時の視認性は、まあ、かなりね上がっていると言ってもいいかな。で顔認証は変わらず、で二眼カメラの搭載ということで広角と超広角カメラを搭載しているという、この二眼体制もね、まあ、変わりはないんですけれども、まあ12から何が変わってるのっていうと、この斜めにねカメラが配置に変わっているというところがデザイン的にね大きく変わっているところなんですけれども、まあよく見ないとわからないというかですね、あのまあそんなの気にしてない方は言われないと気がつかないレベルかもしれないんですが、しっかりとねカメラのねセンサーサイズも大きくなっておりますし、センサーシフト光学式手ブレ補正というね動画撮影時の手ブレ補正も、まあ、前作12 Pro Max にしか搭載していなかったものがですね、 iPhone 13シリーズに関しては、まあ、標準モデルの13だとか13 mini にもね、搭載してきておりますので、動画を手持ち撮影で撮ったとしても、まあ、ブレの少ないね動画を撮ることができるかなというところですね。はい、どんな用途でもそれなりにこなせるね万能 iPhone の最新版決定版というところになりますけれども、まあ、次のね iPhone 14 になれば、まあ、多少デザインは変わってくるとは思うんですけれども、このデザインではまあ完成形というふうにね私は勝手に思っておりますけれどもね。はい、ということで今月ね第4位ですね、 iPhone 13でございます。はい、では次3位いきましょう。今月第3位ですね、3位はこちらです。はい、 iPhone 13 mini でございます。 iPhone 13 mini はですね先月何位だったかっていうと6位だったんですよ。6位から一気に順位をガン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 と上がってきて3位まで上げております。まあ、このね一番の要因は、まあうちのチャンネルでも取り上げておりますけれども、13 mini がですねレンタルでですよ、端末の維持費1円とかね、こういう売り方を今結構ガンガンやってきております。あの知る人ぞ知るとかそういうレベルではなくて、フラッといった家電量販店でもやっております。まあ私が確認したのは上信と、あと野島だったかな、あとどこだっけな、あとどっかも確認しましたね。あの何店舗か確認しました。ちょろっと行って、まあ写真とかも撮ってきたんで、あのこれ上信だったかな、あの au とかでもレンタルでやっております。最新の iPhone 13 mini ね、13 mini と12 mini って両方ね並んでて、まあ12 mini だと
レンタルで1円でプラス家電量販店のポイントが1万ポイントつくとか、まあ、そんなようなですね、まあ、コメントで教えてもらってますけれども、そういう情報もあります。13ミニに関してはレンタルで2年間維持して、その間1円です。はい、1円で持つことができます。で、これね、まあ、別の動画でもね、しっかり解説しようかなと思うんですけれども、レンタルで契約された方は、必ず2年後に、その、返す期間に返した方がいいです。これ、やっぱりね、自分のものにしたいな、買い取っちゃおうかなってなると、結局は多めの金額払うことになるので、それはやめた方がいいと思います。どうせ買うんだったら、Apple Store とかで、購入された方がいいし、あとは、まあ、Y モバイルとかもね、今乗り換えだとね、一括で、レンタルではなく、購入で安くなるっていうところで、買うんだったらね、Y モバイルが一番安いかな。はい、ということで、レンタルで買った人は必ず返しましょうというのを鉄則にしてください。まあ、これがね、一番の要因で順位をね、6位から一気に上げているというところになるでしょう。で、13ミニね、今一度ね、特徴さらっておきますけれども、こちらです。はい、2021年の9月24日発売ということになっております。まあ、今年はね、iPhone 13シリーズすべてこの日に発売ということになっております。で、ディスプレイサイズはですね、 5.4 インチというね、ちょっと小さめのディスプレイサイズになっております。で、有機 EL ディスプレイということで、 iPhone 13 とね、まあ、ディスプレイの性能としては一緒。画面の大きさ自体は 6.1 と 5.4 っていう違いはありますけれども、有機 EL の、まあ、質というのかな、画面の明るさもね、800ニットというところで同じになっております。で、13ミニのその 5.4 とか、まあ、例えば iPhone 8とか使われている方、 4.7 インチっていうね、ディスプレイサイズ出てきますけれども、まあ、それとですね、 YouTube を見た時には、まあ、同じと捉えておいてください。で、ホームボタンがなくなった分ね、フルディスプレイになっておりますので、縦画面で、例えばウェブブラウジングをしてネットを見ますよとか、あとはツイッター見ますよっていう時に、これはですね、4.7 インチディスプレイよりも広い画面で見ることはできるというところなんですけれども、その動画を見るときには、まあ同じになってしまうよと。まあこういうね、ディスプレイの特徴というところで捉えてください。で、後の特徴はですね、13とね、全く同じになっております。で、重さのところだけちょっと触れておきますけれども、まあ SE 第2世代よりも小型軽量で、重さは 140g ということでね、非常に軽いということですね。で、前作の12ミニの時にかなりね、弱点として言われていたのがバッテリー持ちで、これはね、13ミニになって結構改善されてます。結構改善されてる。両方とも使い比べて、12ミニよりも、まあ、明らかにっていうほどね、言うと、ちょっと言い過ぎかなというところはあるんですが、まあ、確実にバッテリー持ち上がってるっていうのは、使ってて分かるレベルで改善されておりますので、どちらにしても1円でレンタルできますよっていう契約プランになっていた場合には、確実に13ミニを皆さん選ばれた方がいいです。1万ポイントもらって、こっちの方がお得だなっていうふうにね、まあ、12ミニの方が、よりお得度は高いっちゃ高いんですけれども、コスパ的に見たらね。ただ、普段使いのバッテリー持ちは結構ね、満足度に直結してきますから、12ミニと13ミニ、どちらもレンタル1円ですと。で、12ミニはプラス1万ポイントくれるよって言っても、そこには乗らないで、13ミニを選ばれた方が私はいいと思います。ということで、まあ、最後ね、乗り換えで2年間のレンタル維持費23円販売が始まるっていう風に出てますけれども、まあ、これを上回る、今は2年間の維持費が1円とかっていうものも出てきておりますので、年末年始ね、お時間がある時に家電量販店を探してみると、確実に案件はあると思われますので、ぜひ見てみてください。ということで、第3位ですね、iPhone 13 mini でございました。はい、では次、第2位いきましょう。第2位はですね、こちらです。はい、iPhone 12 mini でございます。はい、今ですね、散々ね、13ミニがいいよいいよと言いつつも、順位は12ミニの方が上ということになってます。まあ、こっちの方がね、より安くやっぱり買えるのは買えますよ、当然ですよね。だって13ミニって最新型ですから、最新型の iPhone よりも当然1年前に出ている iPhone なので、まあ、こちらの方が安いということになるでしょう。で、私が見かけた感じだと、まあ、どっちもレンタル1円とかですけれども、12ミニの方は端末のみ購入で一括のいくらとか、まあ、そういうね、まあ、レンタルではない売り方っていうのもポツポツ出てきているっぽいですね。まあ、その方が自分のものになるし、返したりっていう手間がなくってね、まあ、安く買えるんであればそっちの方がいいかなっていうふうにして選ばれる方もいるかもしれないですけれども、
ども、まあ、先ほど言った通りですね、あの性能としては12ミニ、13ミニね、まあ、当然新しく出ている13ミニの方が上ですから、あの同じぐらいの金額であれば絶対ね最新型を選ぶべきだと私は考えてますけれども、より安くコスパ重視でいきたいということであれば、まあ、12ミニを選ばれるのもいいかもしれないんですが、バッテリー持ちというところに関しては、まあ、やや不安があるよというところですね。ただね、まあ、12ミニも乗り換える機種、前の機種が例えば iPhone 7使ってましたとか iPhone 8使ってました、しかも3年とか4年ぐらい酷使して使っていて、バッテリーもね全然交換してなくって使ってきましたよっていう、まあ、こういう状態から12ミニにするとバッテリー持ちが悪いとかそういうところは一切気にはならないと思いますので、まあ、そういう方はですね別に12ミニでも問題ないかな。普通にねバッテリーを2年ぐらいでこう交換し続けてて、ある程度フレッシュな状態のバッテリーを使っていたよっていう、そういう方がですね12ミニに変えるとちょっとバッテリー持ちには不安を覚えるかもしれないですね。はい、ということで12ミニ特徴こちらです。2020年のね11月13日発売ということで、まあ、昨年はね発売日があの12ミニはね遅れた方になってますけれども、まあなんだかんだねやっと1年ぐらいが経過したということになってますけれどもね。で 5.4 インチの有機 EL ディスプレイ、これは13ミニと全く同じですけれども、まあ先ほど来触れてる通りですね、画面の明るさがですね12ミニの時は最大輝度625ニトということで、13ミニの画面の方が、まあ、さらに明るくできるようになっているよということですね。で重さもですね13ミニの方が 7g ほどね重くなってるんですよ。12ミニの重さはここに出ている通り 133g、まあ、その代わりバッテリーの搭載容量自体を増やしておりますので、バッテリー持ちは改善しているよということですね。でここに出ているね13発売により値下げ69,800円、これはですね Apple Store の金額ということで、定価販売だとねまだ69,800円という、まあ、こういう金額で売っているわけですね。で乗り換えで2年間のレンタル維持費が23円とかね1円での販売っていうものが量販店で実施されているというところで、まあ、これもね12ミニももう1ヶ月、2ヶ月は経ってないかな、それぐらいかな、結構レンタルの格安販売っていうのはあの話題にもなってきております。もう SE 第2世代がですねかなりねあの乗り換え一括10円とかっていうところで、まあ、夏ぐらいからねずっとやっていたんですけれども、それを追うような形で12ミニが入ってきて今第2位までね上がってきているというのは、まあここが一番の要因でしょう。ということでね、今月の第2位ですね、 iPhone 12 mini でございました。はい、では最後ね第1位いきましょう。もう1位はね変わらずということでですね、もう長らくねずっと1位でございますけれども、こちらです。はい、 iPhone SE 第2世代でございます。はい、こちらですね。はい、こちらのホワイト、使っておりますけれども、 iPhone SE 第2世代強いです。相変わらずですね、まあ一括1円とか10円とか、まあこの販売がですねドコモなんかはね11月の18、19日以降で終わるなんて一回ね報道発表っていうのかな、まあ、出ましたけれどもね、乗り換えによるその 22,000 円割引みたいなのの対象から外れるっていうような感じで出たんですけれどもね、そのすぐ後にねまた継続するなんてね出まして、結局は続いているという状況になっておりまして、在庫がですねいよいよですね地域によっては、まあうちの方はもう終わってますとかっていうようなツイッターのリプいただいたりとかコメントでいただいたりとかね、そういう情報も出てきておりますので、 SE の牙城をもしかしたらですね13ミニか12ミニがどっかで崩す日が1月とか2月とかね、あのよりこの販売手法が確立されていってレンタルでもっと伸びてくればですね、いよいよ SE もちょっと落ちるかもしれないなっていうような感じになんか私は勝手に感じてるんですけれどもね。あとはねいよいよもう SE はあの次世代モデルね SE の第3世代っていうものがあの現実味を帯びてきております。でどんな形になるかっていう噂がねいろいろ出てきてますよね。ボディはね 10R とか11ベースで来るんじゃないかとか、あの結構最初の方に出てたのはもうこのまま形このままでとりあえず 5G に対応しますよと。でチップは A15 チップ、まあ、それだけで形変わらないっていうようなところもねあの出ておりましたけれども、私はそっちの方が濃厚なのかなとはね思うんですけれどもね、今の販売価格を維持しつつもしくはもうちょっと下げるとか、まあ、そういう状況でですねとりあえず 5G に移行していくよっていうようなところでやるのが一番濃厚なんじゃないかな。11ベースになったり 10R ベースになるとね価格がちょっとね上がっちゃうのかなとは思うんで、まあ、そうはあってほしくないなとは思うんですけれどもね。
はい、ということで SE ね、こちらね特徴を見てみましょう。なんだかんだね2020年の4月24日ということで、次の、まあ、3月とか4月に出るというふうにね予想するとするならば、まあ、2年経過する端末ということになってます。でまあ A13 チップ搭載しておりますし、まだまだですね性能的に使えないとか、まあ、遅れを取るっていうことはないんですけれども、ちょっとチップとボディサイズっていうのかな、バッテリー搭載容量っていうところに関してアンバランスなところが私はあるなと思うんですよ。バッテリー持ちが極端に悪いんで、ちょっとそこはですねメイン端末として据えるには結構きついかなと。モバイルバッテリー必須、充電環境必須っていう、そういうところで使うんであれば、まあ、いけるかなと思うんですけれどもね。あとはもう本当に電話の待ち受け専用とか、そういうね用途を絞った使い方だったら、まあ、ありなんではないかなっていうような感じではあるんですけれどもね。はい、Apple Store の価格はですね一応 49,800円ということで、これだけ見るとね一括10円とか1円とかでやってるのを見ると、普通に 49,800円は高いなって感じでしまうぐらい今値段が下がっちゃってますね。ジャンパラとか中古買取ショップでもですねかなりね市場から流れてますので、中古の相場もすごい下がってるんですよ。だから31,800円、32,000円とかそれぐらいでですね確かあったかな、未使用品が。なのでこの Apple Store で正規で 49,800円で買うのはちょっと高いっていうぐらいですね、相場が落ちちゃってるぐらいですね中古市場にね相当流通しているというね、まあ、こういう状況になってます。はい、ということで一括10円セールまもなく終了っていう風に書いてありますけれども、地域によってはすでに終わってるようなところもね、どうやら出てきてるみたいですね。まあ、あれだけ大々的にやってればそりゃね在庫尽きるでしょうっていうぐらい本当にひどいぐらいやってましたからね。はい、まあ、ただ一人ね何回戦もやれるような状況にはなかったというところで、一通りの方にまあ行き渡ったんではないかなというところですかね。というところで、今月も変わらず第1位はですね iPhone SE 第2世代強いねっていうところでね、今回なんとですね1位2位3位全部ねこのね小型端末がね上位3位を独占しているというところで、なんだかんだやっぱりねみんな気にしてるところは価格なのかなっていうような、まあ結論ですかね。はい、ということで今月12月のねランキングこんな感じになっておりました。細Pチャンネル。はい、ということで本日ね12月のランキングということで、2021年の最後のね iPhone 人気ランキングというところでですね、まあ今年もね漏れなくランキング動画ね1月からずっとやってきておりますけれども、相変わらずですねまあ上下ね再生数に上下はありますけれども、まあ好評をいただいている企画というところで、2022年もですねまあこの調子で、iPhone 人気ランキングね、 iPhone にだけねスポットを当てたランキングというところでまあお送りしていきたいなと思っておりますけれどもね、まあ3月4月にねSE がね出てくれれば、まあ私もですね一緒に盛り上がっていけるんでね、今年こそはやっぱりね SE のね新しいモデル欲しいなと、この3月4月に新機種出て欲しいなっていうのは私もね切に願っているところですね。で SE もねそろそろ新しくねやっぱり買いたいなっていうところもありますしね。はい、皆さんもまあ今一括祭りっていうかね、この SE もそうだしレンタルで安く買えるっていうところねありますけれども、 SE を待ったらいいのかとかね、いろいろとね悩みどころあると思うんですが、13ミニがね、レンタル1円でいけるんだったら、私は13ミニを、まあ一番押すかな。まあ最新機種ですしね、というところになりますけれども、まあまたね、買い替えとかの、悩みとかね、ありましたら、どしどしコメント欄で、書いていただければと思います。ということで本日の動画はね、長くなりましたけれども、以上で終わりにしたいと思います。この動画役に立った、面白かったと思っていただいた方は、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。